勘カブと、または勘歌舞と、関東頭、関東王歌舞と、勘主は古代中国神話に登場する悪神。教皇、昆、三代と共に並ぶ四罪の一人。行の時代の悪人とも言われている。勘カブとは行の息子である、丹手のことであり、三、内人の論、関義美と組んで行に対して反乱を企てたとされ、それが四、罪と目される由来となっている。 この戦いに敗れた後、丹種の子孫たちは南方に落ち延びカンカシラ国を建てたとされ、その国の様子や位置は三海行などに記されている。カンカ部と艦艦師ら、艦師、丹種が同一の存在であるとの考察は、古くから読書魂式や各白による三海行の関頭に付けられた中などに存在する。しかし、三海行にはカン頭は、 本の孫であるという文章も見られる。また、三海行の海大南行には、帝丹主の墓、海大北行には、帝丹主の台というものが記されており、中国神話学者の演歌はこれを、漢歌部との墓や台であるとしている。式季、古本儀などでは行に対して、法彩が端主を、漢歌部とが教皇を紹介して登場しているが、両者もに行から知りけられている。 器物などの発明の伝説について記した余言には、端子のために、今日が作ったのが、囲碁の始まりであるとする伝説が記されており、囲碁に関する中国の古い文献にはその伝説が惹かれることもある。端子に与えられた囲碁は、三角や造形などとても贅沢な素材で作られていたという。元の時代に編まれた囲碁についての本、言語行は、ある人の言うにはという形で、 天下を治めるための教養などを身につけさせるために、与えられた以後が単種に良い影響をもたらしたとは言えぬし、家主、遊具をただ与えたのみであったことは、愚かな選択だったのではないかという俗説的な意見を序文に載せている。ありがとうございます。